今月2日の大雨の影響で JR 和歌山線の高野口駅近くでは線路の土台となっていた盛り土が崩落、橋本駅と粉川駅の間では運転見合わせが続き、今月5日からはバスによる代行輸送が行われていました。このほど崩落の現場で復旧工事が完了したとして、今日の始発列車から運転が再開されました。復元しまして、改めまして、この公共交通機関のありがたみを感じているところでございます。代行輸送を行っていたバスは、列車の運転再開に伴い、昨日をもって運行を終了しています。